お前何様なんだよ、クソみてえなプライド捨てろっていう話をします。どうも後藤てるきです。はい、後藤てるきです。はい、これなんて言おうかな。うん、いやっていうか、まあお前何様なんだよってさ、俺にね対して思うかもしれないけど、これもう俺はさ、もうこの世界の神様って俺は思ってるから、うん、まあ、俺様、てる様、神様、後藤てるき様でやってるじゃんか、そういうキャラで。で、キャラっていうか、まあ、本当に俺様世界一、俺様神だって思ってるからやってるわけ。うん。でも、それ別に、それ隠して生きることもできるよ。うん、隠して。うん、でも隠す必要ないでしょ、だって神って思ってんだから。うん。で、俺しか救えないと思ってんだから、隠す必要ないじゃん。で、古代に言ってるわけじゃないから、俺本当に言ってて、今までもう思ってたけど、あんまりだってみんな指摘しないから、もうしょうがないから、もう、俺も自分から言ってるけど、うん、俺は本当にそう思ってるから言ってるわけ。うん。俺正直に言ってるだけ、だから、何様っていうか、俺テル様だよ、後藤テルキ様だよっていう風にやってるわけだけど、でもさ、で、別にそれは、選ぶってるわけじゃないよ。俺、本当のこと、真実を言ってるだけだから。うん、ね。でもさ、お前らはさ、別に自分のこと神様だとか思ってないわけじゃんか、普通は。俺みたいなのちょっと異常者なわけじゃんか。世間的には何言ってんだこいつみたいな、あるわけじゃんか。うん。うん。でもさ、だからまあ、俺は別としてさ、でもお前らは、神様とか、俺様だとか、俺はすごいとか思ってんだり、それやればいいけど、でもそういうふうにやってないわけだろ？で、まあ、思ったとしても、その隠してというか、普通に、社会人として、社会人として、こう、普通に生きてんだろ？こういう、可もなく不可もなく生きてんだろ？もう、そんなんやめろ！やめろ！うん。なんか、プライド捨てろ！そんなもん。うん。なんかね、なんかもうちょっと具体的なこと言えない。具体的なこと言うとさ、なんか、あれじゃん、なんか、あれじゃん、角が立つとか、あれじゃん、なんかこう、こう、チラシとか、こう、なんか広告とかさ、なんかこう、サイトとかでさ、私はこういう人です。こういうふうにやろうと思います。で、皆さん、一緒にやりましょう、みたいなさ、なんか書いてあったりとかしたりとかさ、チラシとかでもさ、なんか、私はこうで、こうだ、こうだ、みたいな書いてあってさ、お前何様なんだよってさ、お前誰だよ、お前何様なんだよ、ほんと薄い見て思っちゃう。うん。うん。いや、わかるんだけどって、例えば世の中良くしたいとかさ、私はこういう志があるみたいなのわかるんだけど、お前何様なんだよって思っちゃう、俺は。うん。俺はさ、後藤照之さんだから、うるせえバカで、もう、そういう風に決めたい、行く覚悟があるから、もう俺神様だ、お前。文句あんなか、俺様、後藤照之様だぞって、行く覚悟があるから、もうそれで、もう捨て身で言ってるけど、普通の人はそこまで言ってないと思う。で、そこまで思ってやってるわけじゃなくて、なんか普通にさ、なんか書いちゃってさ、すげえもったいないと思う。なんか中途半端。うん、やるんだったらさ、俺ぐらいまでさ、吹っ切れないとさ、うん、意味ないと思うんだよ。なんか、そんな変なさ、なんか、中途半端なプライドで、なんか、無難に、なんか、そんな、やってるんだったら、もっと、お願いします、みたいな。一緒に頑張りましょう。僕は世の中変えたいんです。私は世の中変えたいんです。皆さん一緒に手伝ってください、みたいな。そういう感じの、その、ひたむきさの頑張りというか、別に、媚び売るわけじゃないけど、私はこうで、世の中変えたいんです。助けてください、みたいな方がさ、俺も助けようとかさ、あ、参加しようとか思うじゃんか。うん。で、そういう人がね、少ないかなって思っちゃう。なんか、中途半端にさ、なんか、マウンティングというかさ、なんか、うん、なんか、プライド保とうみたいな文が透けて見えるから、そういう人に俺ちょっと行こうとか思わないよね、あんまり。うん。行こうっていうか、別に来てほしいとか思ってないだろうけど、あ、なんか、行きにくいよね。生きにくいじゃん。どう考えても生きにくいじゃん。助けてください。お願いします。皆さんお願いします。みたいな、風な感じのメッセージの方がさ、伝わってくると、あ、俺も行こうかなって思えるじゃん。うん、俺はもう俺様だぞ。お前、変わって今回ってやってるけど、普通はこんなんやんないじゃん。で、やったらさ、来ないけど、一部の熱狂的な人とか、ちょっと変わった人が近寄ってくれるけど、お前らそういう感じでやってないんだったら、
中途半端ななんかプライドとか、まあ、やめちまえ、捨てろ、そんなもんは。世の中にとって良くない。世の中のために、どうしたらいいかって考えたらさ、お願いします、私にか、俺、力を貸してくださいってなるはずじゃん。普通に考えたら。うん。まあ、なんじゃ、なんで俺がやんないんだ、みたいな話だけど、まあ、俺、やろうと思えば、やるけど、まあ、とりあえず俺はもうこういう感じで、てるき様で行くから、うん。だからどっちかなんだよ。突き抜けるか、まあ、こっちで、皆さんの力を貸してください、みたいな、そういう、みんなに支えられて、みたいな感じか。もう、それか俺みたいにもうぶっ飛んじゃってるか。中途半端ななんかね、感じなのね。あ、握手よ。悪い手とかで握手よ、ほんとに。うん。な、もったいない気がする、俺は、すごく。うん。だから、うん、こっちがね、行こうとか、助けてあげようとか、なんか参加しようとか、うん、じゃあ、まあ、行ってあげようかな、行ってあげようから感がさ、出てこなくなっちゃうから、やっぱそういうの必要だと思う。うん。ひたむきさとか。うん。なんか物事をやるんであればね。で、自分がなんか、俺様はこの世界の王だとかそういう風に思ってないんであれば、なおさらやった方がいいっていうか。うん。俺はもうこの世界の王だ、みたいな感じで思ってるから、まあ、そこまで別になんで俺様がみたいなあるけど、普通の人はそうじゃないでしょ。ちょっと、普通でしょ？うん。みんなと一緒に仲良くやりたいっていうんであれば、そういうひたむきさ、お願いします、一生懸命さ、みたいなので、あ、こいつだったら助けてやろうかなっていう、その、上から目線で思ってるやつがたくさんいるんだよ。上から目線が多いんだよ、お前らは。うん。上から目線でみんな助けようとか思ってるんだよ、だから。だからこそ、そこで目立とうとすれば、お願いしますって言った方が、食いつかれるよって話してんの、俺は。これちょっと分かるやつは分かるし、分かんないやつは分かんないと思うんだけど。だ例えばさ、もう、俺のことさ、てる様とか、てるき様とかさ、言ってる方のがさ、俺は可愛いなって思うわけじゃんか。すいてやろうかなって思うわけじゃんか。もうどう考えてもそうでしょ。うん。なんか中途半端になんか、いや、後藤てるきとかさ、後藤さんとかさ、てるきさん。まあ、てるきさんとか後藤さん普通だけど、っていうよりも、てる様応援します、てるき様みたいなことを言ってる方が、よしよし、可愛が、救ってやろうみたいな、思うわけじゃんか。普通に。うん。そこなんか、どういう、なんか、でもなんかプライドがあるわけでしょ？よくわかんないけど、別にそれ呼んでほしいとか、呼べとか言ってるわ、まあ、どっちもいい、どっちもいいんだけど、なんか、呼べっていうためにこれを動画撮ってるわけじゃないけど、なんか、別にそっちの方がまあ、ある、可愛げがあるとかさ、そういうのあるじゃんか、そんな。うん。まあ別に、どうでもいいんだけどさ、呼び方なんてさ、どうでもいいって言うけど、そうは言っても、この人、俺にそんなに来てくれてるのかみたいな、うん、のはあったりするじゃんか、人って。でもそれは俺だけじゃなくてさ、他の人もそうだと思うんだよ。結構食いついてきてくれるっていう方が、こっちも、っていうのはあるじゃんか。うん。でも結構食いついてくれる人ってさ、冷めるのも早いっていう人もいるからね。なんとも言えないんだけど、だから、てるき様、てるき様とか言っててもさ、なんかちょっとあったら、ファってさ、なんかそういう人もいる、結構多いだろうし、逆にね、だから、後藤さんって言ってる方が、長くみたいな、いるかもしれないし、それも、なんとも言えないんだけどさ、うん、まあ、いずれにしてもなんか、なんかこう、やるときに、なんかしょうもないプライドみたいなのも、全然いらない。本当に。うん、俺はなんかもうプライドない方だよ。だから、なんつうんだろう。日本人としてのこう、日本国家を大事にするみたいなプライドはあるし、自分自身を尊重するというか、大事にするっていうプライドもあるけれども、いや、俺なんてみたいなのもあるし、なんつうんだろう。別にそのチンコとか、あいつバカだみたいな、わかんないけど、頭おかしいみたいな。でも全然気になんない、俺。だって別に。うん。そういうプライド俺ないから。うん。ね、恥ずかしいこととか全然、そういうのないから。こういうことしたら恥ずかしいとか、なんか。まあ、多少あるよ。なんか、俺も、恥じらいとかあるけど、なんかするときに、いや、自分から言えないみたいな。だから俺、結構俺が、好きだったら好きとか言うし、愛してるって言うし。でも人によってさ、いや自分から好きなんて言えない、愛してるなんて言えないから。損してるよ、そういう人生。うん。
好きだったら好きパンって、嫌いだったら嫌いパンって言えばいいじゃん。もうそれで。もう、それもう、パンってそれも早いんだから。うん。うん、だからもう、なんか世の中、変えたいって言ったら、これでこうで、こうで、こうです、ああです、みたいな。言ってさ、パンってやればいいじゃん。早いんだから。それをさ、なんか一緒にやりましょう、みたいな。なんかよくわかんない、そんなんか。うん。まあまあいいや。ちょ、何言ってるかわかんないかもしれないけど、うん。だから、しょうもないプライドはね、いらない。うん。ない方が、うまくいくと思う。それは。こっちもそうだし、そっちもそうだと思う。うん。だから、それがね、あんまできてない人が多くてね、なんつうんだろう、もったいないなと思う。だから、いいこと言ってたりするけど、だから、逆に、だから俺もね、俺が多分、なんつうの皆さんお願いします。助けてくださいって。一緒に世の中変えましょうって言った方が食いつきがいいと思うんだけど、俺はそういう、それだとこう、先のことを考えると、その、なんて、先の手を考えていく、逆算して考えていくと、あれなんで俺はちょっと、そのパターンで入ってないけど。俺が目指してるのは、世界一のところ目指してるから、普通の人はそこまで目指してないじゃないか。うん。この世界のメシアを目指してるわけだから。うん。いや、だから普通の人はさ、メシア目指してないんだから、もっとこう、簡単に言った方がいいと思う。うん。皆さんお願いします、みたいな。うん。まあ、だからみんなの一人じゃね、何もできないんだよ。俺は一人でやってるけど、一人やってるのは、これからもお前らに協力してもらうけど、お前らに協力してもらうけど、俺は、そう一人でこういう風にやっちゃって、うがい言っちゃう感じだけど、うん。基本的にはだから、普通の人は一人じゃできないんだから、皆さんに協力お願いします、みたいな。助けてくださいみたいな方がいいよ。うん。もっとこう、そこでなんかプライドで、いや、自分からなんかそんないけない、頭下げらんないとか、なんかそういう、ちょっとへりくだれないですよ。媚び言うとは違うけど、ちょっとなんか、みたいな。ちょっとそれももったいない。そう、変える気ないって、世の中変える気ないっていうのと一緒だから。うん。それどうでもいいじゃん、そんな。頭下げ。俺だって頭下げの全然できるよ。土下座だって頭下げるのに全然できるよ。土下座なんて簡単。だから土下座したらプライドが傷つくなんて全然思ってないから、俺全然土下座するよ。うん。世界から核兵器なくなるんだったらもう土下座するし、俺死んでもいいと思うよ。うん。そう、全然ない、死ぬとはプライドは違うけど、土下座とかは全然、全然平気。そういうプライドないから、俺。うん。でも、人って、ああ、そんなんできないとか言う人もいるわけじゃんか。うん。ああ、もうね、そう。まあ、まあ、ちょっと、なんか、分かってもらえたら、幸いです。ということで、後藤輝樹より愛を込めて、お前ら愛してるぜ。